ピンポンパンポン。以下の成分が含まれるから、ご視聴には注意してね。みんなこんにちは。ミスター・サタンの娘、ビーデルよ。今回はただのレイに代わって私、ビーデルが実況をお届けしようと思うの。それで、今回なんだけど、ちょっと企画を考えたの。このイベントの挑戦で、今までのスーパー激戦ボスラッシュを遊んでみようと思うの。もちろんそのまま遊んじゃつまらない。だからね、私すっごいいいこと考えちゃったの。前回何かのガシャ動画を上げた時に、 Z 戦士で組んで戦ってみてくださいっていうご要望があったんだけど、ちょっとそれだとメンバーの都合難しくって、だから今回はこれ、ピチピチギャルカテゴリーで挑んでみようと思うの。なんか私がピチピチギャルっていうのもなんか変なんだけど、もちろん私ビーデルも入ってるわよ、ここにね。え、なんでパンちゃん入ってるのって？そんなの私の娘に決まってるじゃないのよ。私の娘だから入れてるの。パンちゃんだって立派なピチピチギャルよ。なのになんでカテゴリーに入ってないのよ。もうここにチチさんがいてパンちゃんが入らないのよ。まあ多分年齢的な問題だと思うんだけどね。まあいいのよ、細かいことは気にしないで。とにかくパンちゃんは絶対必須なの。でこの4人で実際、4人じゃない6人で超激戦ボスラッシュに挑んでみようと思うの。どうかしら、きっと勝てるわ。女の子だって本気出したら強いんだから。ミカナももちろん女子限定よ。私知らないわよ、こんなサイヤ人。他にピチピチギャルいないの？そんな、人造人間にもいないかしら。17号さんしかいないじゃない。どうしましょう。パンちゃんは？もしかしたらパンちゃんがいるかもしれない。パンちゃん、パンちゃん、男ばっかりじゃないの。パンちゃん、どの分類ならいるかしら。あ、これならいるかもしれないわね。これできっと私たちのカテゴリーにも人が増えてるはずよ。じゃあ改めて Z 戦士の代わりに私たち女戦士が活躍するバトルを皆さんにお届けするわね。スーパーゼロで申し訳ないけど今回は許してちょうだい。さあどうかな。ブラちゃんしかいないじゃない。困ったわね。しかもレベル1って、これくらいハンデがないと面白くない。しょうがない、わかったわ。負ける気配しかしないけど、今回はブラちゃんを仲間に入れることにするわ。そしてサポートアイテム、これを入れてできるだけ戦術しか使わないように努力はするけど、おそらく他のも使うわ。さあ覚悟なさい。私が全部やっつけるんだから。というわけで勢いついてやってきちゃったけど、ゲッゲ、一番最初にブロリーなんて聞いてないわよ。ブロリー、ブロリーなんて
私嫌な思いしかないんだけど、みんなは知ってるかしら、私ブロリーにコッテンパンにされたのよ。なんか朝起きたらすっごいうるさくて、なんか気玉派でも放ってたのかしらね。で、私が文句言いに行ったのよ、うるさーいって。そしたらブロリーなんて言ったと思う？ウヒヒヒヒヒヒとか言って、私を湖の外に投げ入れたのよ。信じられるかしら、こんなことありえないわよ、まったくもう。そんなブロリーが今度はご飯くんに代わって、あたしビーデルがコテンパンにやっつけてやるんだから、行くわよブロリー。はぁ、どうかしら、あんまりダメージは食らってなさそうに見えるけど、でもまだまだこれからよ。あ、パンちゃんがいる。パンちゃん、ちゃちゃっと決めちゃって。この子も初めて見るけど、おそらくサイヤ人よね。パパのギャルック法、ブラちゃん、パパに頼むの？そのパパのギャリック砲、120しかダメージ与えられてないけど、それで大丈夫なのかしら。さあ、というわけで今度はブロリーの攻撃が始まるわ。それを食らう前にさっさと倒しちゃうんだから。さあ、攻撃を与えられるものなら与えてみなさい。父さん、よろしく頼むわよ。ほら、あともう少しで削れ折れるわ。食らいなさい、フォークチャージ。よし、決まったわね。ほら、私たち女戦士だって本気出せばブロリーぐらいやっつけられるんだから。ゲームの中では。次はセルね。私のパパが倒せるぐらいだったら、私たちだったら余裕よね。まあ、最終的にはご飯くんがやっつけたんだけど、うん、パパがやっつけてくれたのよ。パンちゃんにとっておき、決まったわね。じゃあ、最後の必殺技とどめは、私ビーデルが決めちゃうんだから。行くわよ。こっちは手加減抜きで行くわ。フォークチャージ。やった、決まったわ。さすが私、毎日トレーニングしてるだけあるわね。今度は魔人ブー。この魔人ブーは私のパパサタンと打ち解ける前ね、多分。この時も大変だったわ、私もお菓子にされちゃって。最終的にはドラゴンボールのおかげで生き返ったけど。あら、ブルマさんのロケットランチャーでこんなにダメージが削れるなんて、魔人ブーも弱ったものね。ここは魔人ブーのお腹の中ね。きっとパンちゃんならやっつけてくれると思うわ。あたしビーデルも負けないわよ。お願いパンちゃん、どうかしら。半分ぐらい削れたわね。さあ、決めるわよ、フォークチャージ。決まったわね。まあ、裏の話をすると相性の問題だったりするんだけど、まあそういうのは置いといて。向こうも本気を出してきたわね。さあ、覚悟なさい。あんたなんかとっとと
やっつけておしまいだわ。すごいわね、ブルマさんの攻撃だけであんなに HP が削れるなんて。それに比べてパパのギャリック砲はこんな HP がちょこっとしか削れないなんてちょっとおかしいわね。というわけで今度は私たちの番ね。どうしようかしら。ブルマさんじゃないわ。あ、パンちゃんの方がディフェンスが高いからごめんね、パンちゃん。なんか自分の娘を盾にするのってすごい嫌ね。罪悪感あるわね。でも大丈夫、パンちゃんなら次の攻撃でダメージを受ける前にきっと決めてくれるわ。お願いパンちゃん、やっつけちゃって。さあ、ドッカンモードに入ったわよ。全部成功させてやるんだから。決まったわね。行くわよ。さすがパンちゃん、強いわね。私のとっておき見せてやるんだから。あ、パンちゃん、パンちゃん、パンちゃん、さすが。私の攻撃だってパンちゃんに負けてないんだから。さあ、最後は父さんね。決めちゃって、オッケー。さあ、私たちはまだまだ行くわよ。次は悟空さん。これどの悟空さんだっけ。あ、スーパーサイヤ人3になる携帯かしら。手加減してよね。そうよ、レディーファーストよ。あっさりとやられちゃいなさい。この悟空さん、自分のお嫁さんも攻撃しようとしてるなんて信じられないわ。いや、本当に信じられないわ。ご飯くんはそんなことしないわよね。すごいわね。最後よ、最後は。本当は私は知らないとは思うんだけど、この人は邪念馬、人っていうのかしら、地獄の監視をしていた鬼さんがなんかマイナスのモクモクしたのにやられちゃってこうなって、最終的にはもっと細くなって、で悟空さんとベジータさんがフュージョンしてやっつけたんじゃなかったかしら。さあ、ブラちゃんの応援にパパは応えてくれるのかしら。そんなことはなかったのね。さあ、私たちの出番が来たわよ。じゃっちゃとやっつけちゃいましょう。あら、今回のアタックではパンちゃんはいないのね。わかった、私に任せてちょうだい。どうかしら、攻撃も防御も下げたわよ。今度はベジータさんの家族、ブルマさんとブラちゃんね。よろしく頼むわよ。でもこのペースなら私たちやっつけられちゃうんじゃないかしら。とっととやっつけちゃいましょう。あ、私の出番よ。決めてやるんだから。はあ、ちょっと残ったのね。ほんのちょっと残ってるわね。私たちピチピチギャルの本気なんだから。はい、というわけで私たちピチピチギャルカテゴリーでもスーパーぐらいならばクリアはできたよね。アイテムも何一つ使ってないわ。いかがだったかしら。ちょっとあっさりすぎたかもしれないわね。今後もまた私リーデルがドッカンバトルをお届けしようと思うの。その時またあなたたちと会えると嬉しいわ。じゃあまた会いましょう。
ミスター・サタンの娘、ビーデルでした。またね。